はい、それでは本日もこちらをやっていきましょう。ちょっと2日ほど空きました。まあ、皆さん理由はわかってるとは思いますが、鳥山明さんが亡くなったことを、そして、タラコさんが亡くなったっていうので、ちょっと精神的に来てました。だってどちらももう自分が子供の頃から知ってる人ですからね。ああ。鳥山明さんの訃報の次の日に、タラコさんの訃報。いや、ちょっと今回は、訃報の連続、しかも、アニメ界に、衝撃走るレベルの、で、次の挑戦状は、一本足りない。数え間違えただけで、うんだったっていうやつだったかな。社長は名探偵を作ったイロハニロって変な名前やけどちゃんと由来があんねんて。もともとはカルダを作ってた老舗のおもちゃメーカーらしいで、遊びを作るのには自信を持っとる会社らしいわ。社長の座右の銘は野球は2アウトから、いつも諦めずに逆転のチャンスを狙っとるわけや。カルダに例えろや。なんでごめん聞いてへんかった。兄の課長はいつも作業着着とるな。え、なんやて。未来の俺も作業着。そりゃないわ。もっと他にあるやろ、蝶ネクタイとか。これ絶対探偵物とコナンを混ぜたやつだな、ネタ的に。ガチャ、名探偵みたいなアプデンチャーゲームってもともとはパソコンで流行ったんじゃんらしいな。道理でちょっと大人っぽいと思ったで。課長は名探偵はゲーコンのユーザーのために、あえてコミカルな要素を取り入れて作ったらしいで。まだ長いや。今日も張り切っていこうか。駅員さん、お仕事中や。邪魔したらあかんて。駅員さん、どの列車に乗ったら幸せにたどり着けますか。あ、それでしたら北海道に幸福という駅がありますので。あ、おわずまで真面目に書いたんといて。恥ずかしいや。めっちゃ恥ずかしいわ。ひえぴったんを張った。工場の七不思議も少しずつ真相が分かってきたな。フルカムのアメさんにも話を聞いてみたいとこやけど、どこにおったっけな。車がおるかいな。スピード違反で捕まってる。こら、寄り道しとる暇ないで。ここ阿部さんが住んでんねん。うちの副工場長の。今ここにはおらんやろな。阿部さんがいつも乗っとるバイクがないし。郵便受けにチラシいっぱいやな。安倍さんもっと気使わなあかんて。郵便受け、郵便受けやろ。さすがにボケようがないわ。名刺を渡す相手がおらんで。デスクが並んどる。一つだけ切ったないデスクがあるけど、これ誰のやね。あ、俺のやったわ。後で掃除しよう。工場のののまひょうやな、俺の成績は。うん、まあ、ええやねえか、俺のことは。でも、このノルマのせいで、一体何人の人が、昇天したんだろう。ノルマのし、強さに。やっぱり疲れたのけんや、酸っぱいもんが一番効くわ。イカ食うてる場合か。今誰もなんかに話を聞くことはできへんぞ。あれ、あ、サタナもうおらんのか。サソノさんもう帰りましたよ。
ウーラカはお前大蕎麦のシフトか。よく工場まで来られたな。他が全部逆になるくせに。ウーラカ、七不思議についてちょっと話聞いてもいいか。すいません、今忙しくて後にしてもらってよかですか。よかですよ。あのゲームの生産がもうすぐ始まりますね。いやー、頑張らなくちゃ。一生懸命働いてたくさんお金を稼いで、実家に高級な博多明太子を送るんです。もっと別のも送ったれよ。お前もさっさとみたいに作業着きとらんな。そうなんですよ。最近作業着がなくなる事件が多発してるのは知ってます。僕の作業着を盗まれちゃって困っとるとですよ。七不思議って実は七つもないらしいで。なあ、それ聞いたことあります。七つ目を知ってしまった者は命を落としてしまうとか。なあ、そうなん。適当に言うただけだったのに、まさかほんまにそうだと思わんかったで。俺、役職が変わってん。まあ、裏側に私も知らないけど。すごいじゃないですか、アリノさん。あれ？あんまり嬉しそうじゃないですね。もしかして降格したんですか？ちゃうわ、なんてことよね。まあ、昇進したわけでもないけどな。工場の七不思議。我が CX 工業が誇る最新のベルトコンベアや、効率よくロムの生産ができるよう考えられて配置されとる。生産のスピードが3倍ぐらいになったんと違うかな。数字は適当やけど。やっぱ疲れた時には酸っぱいものが一番効くわ。裏川。にはいかんやな。実は七不思議について全部知っとるとかそういうことはないですか？知らないから捜査をお願いしたんだよ。早く捜査を進めてくれ。対策ゲームって言いますけど、ほんまにそんなすごいんですか？すごいよ。どれくらいすごいかというと、とにかくすごいことになっているんだ。まったくわからん。詳しいことはバンダムのプロデューサーの佐々木さんに聞いてみるといいよ。バンダムに伺うときは名称を渡して丁寧に挨拶をしてくれよ。ボートしかないや。普通のボートはないねんな。湖や、それ以上でもそれ以下でもないわ。汽水湖ですか？ほら、行こか。あそこにおるんわ。安倍さん、こんなところで何してるんですか？なんだ、ありなんじゃなかれ。見てわからんと、単車ば転がしとったい。おい、単車じゃなくてただのバイクのゲームやないですか。ねえ、このゲームもええけど、アーケードでのびのび遊ぶもまたええもんやな。安倍さん、七不思議についてなんか知ってます？うるせえよ。俺はそういう子供話とかふざけた話は興味なか。そんなこと言わんね、教えてくださいよ。教えてくれてんの、教えてくれるまで何ぼでも聞きます。工場の七不思議一個くらい知ってるんだちゃいます？母さんやってそう言ってましたよ。うるせえよ。ねったらねえんだ、こちら江戸とこの前。こちら江戸っ子、聞いた見事件ね。安倍さん、博多生まれやないですか。聞かん。安倍さん、いい加減七不思議について知ってること教えてくださいよ。うるせえ奴のありの。わかったわかった、教えるけん。仕方ないけん教えてやるまい。俺が知っとうのはこの話だい。一本足りない。うちの工場で生産してるものは出荷前にちゃんと数を数えとろ。そうっすね。数が間違っとったらえれえことですわ。そのロムの数が何回数えても一本足りないで、それはそれは恐ろしい話だい。これは確かに恐ろしい。数が合わんかったら何度でも数え直さんといかねえのに。その仕方は裏川が担当しとんのよ。偏見最近この数が足りない言うて泣きそうな顔しとったばい。もしかしたら今日も工場で泣きそうな顔になってるかもな。実際に被害者がおるんですね。そら話を聞いてみないとあかんわ。聞きたいことはそんだけな。お前にしつこく聞かれて疲れたばい。おろかるぞ。すいませんね。邪魔してもうたみたいで。まあよかよか。じゃあまた会社での。ロムの数が足りんかったらえらいこっちゃ。管理がちゃんとできてないとすると管理者の信用にも関わるで、早いとこ解決した方が良さそうやな。車に気ぃつけや。車があるんならな。ギャー。突っ込んでみて。
夜の間に老眼一本なくなるらしいんや。警備中に怪しいやつか見かけんかったか。怪しい人はいないですけど、社員の人は夜遅くまで工場に出入りしてますね。例えば営業の人とか。なあ、つろうか。お前が聞いた話声ってほんまの話が聞き間違いとかそういうことはないやろな。人を嘘つきみたいに言わないでくださいよ。人をキツツキみたいに。いや、キツツキちゃうに。間違いないです。29万9997本、29万9998本、29万9999本、やっぱり一本足りない。のう、俺が今日も飲むのかと数えとるな。で、ね、でもまた足りないと、そういうわけやな。ありのさん、なんでそれを。安倍さんから聞いたんや。お前が困ってるって言うから助けに来てやったんだで。ありのさん、ちょっとお好きせがましいですけど、ありがとうございます。一言余計やね。老毛の数が足りないって言うけど、お前が数え間違えるって言うんとちゃうの。そんなわけないですよ。間違いが起きないよ。毎日3回数えてるんです。そして帰る前に数えた時はきちんと数が揃っているんです。一応ことは、裏川が数え終わった後に何かが起きたのかもしれんな。何や、お前や、俺か。ロムが足りないの、お前が盗んでるから。ね、何を言ってるんですか、アリノさん。僕を疑うって言うんですか。裏か冗談や。びっくりした、冗談でそんなこと言わないでくださいよ。すまん、すまん。でも、お前が帰るまでにはちゃんと数があっていて、次の日には一本足りなくなってまうのは単純に盗まれとるんとちゃうかな。でも、七不思議の。そりゃ。七不思議のように見せかければ疑いがかけられなくなる。犯人は七不思議を利用したんと違うかな。じゃあ、ロムがなくなるのは不思議な出来事でも何でもないとすると、一体誰が盗んだんです？それを確かめるのが俺らの仕事っちゅうやで。な、あげなま。アリノさん、何するつもりですか？ズバリ張り込みや。犯人は夜の間にここに忍び込んでロムを一本持っていく。誰が何のためにやったのかは知らんが、張り込んで現場を去ればすぐに解決するっちゅうもんや。よっしゃ、張り込みや！テンション上がってきたで。あげなま、アンパン買うてきて。張り込みにはやっぱアンパイやろ。それどうか、お前も帰れ。毎晩遅くまでローも数えて疲れとるやろ。わかりました。そう言ってもらえると助かります。終わった時はお互い様や。お先に失礼します。ほんならあげなま、早速張り込み開始や。アンパの準備できとるやろな。さあ、張り込みや、早々に現れんかな。1時間経過。そんなすぐに来るわけないか。眠らってきたな。羊も数えて暇つぶしようか。羊が一匹、羊が二匹。あかん、これだと2年前やないか。ちなみにこの羊を数えるっていうのは、映画で寝るとき、外国の映画で寝る際に、シープ、シープという風に言っていた。シープって、羊のことですので、それで羊が一匹っていう形になったそうです。チコちゃんにより。さらに時間が流れ。犯人が来る間にあげ玉に話してあるわ。七不思議の一つ思い出して、ベルトコンベア返しや。夜になると操作もしてへんのに、ベルトコンベアが逆に動くっちゅう、まあそういう話や。真相は誇張か操作ミスでな。もともとこのベルトコンベアはそういう風に動くもんなんや。話すこともないや。いきなり暇なってもたええ、眠いわ、外もう真っ暗や、勢いで張り込みやなって言うだけだろ。張り込んだその日犯人が来れなんて、そんな都合のいい話ありへんよな。あそこでなんかこぞこぞしたら怪しい人影が見えるけど、その映画のもの盗んでいく犯人なんて。ありえる、それありえるわ、あげなま静かってねえ。さあ、いだら犯人に見つかるじゃないか。あいつ誰かわからんけど、こんなところでこそこそなんかやっとるなんて怪しいよ、ほどかるで。俺がと捕まえたる。なあお前、そこで何しとんねん。中内さん、こんなところで何してあるんですか。ありの、あげだま。いや、これはロムの点検を、ほら、点検だよ。点検ってなんすか、まさか中内さんが。なあ逃げた、あげだま追いかけるで。中内さん、どこ行くねん。あかん、逃げられてもんだかな。やめてくれ、この死体から出す。の詐欺や。俺たちは仲間だろ。この子や、中内さん。やめて、やめてくれ、助けて。中内さんの悲鳴、外から聞こえたで。
中瀬さん、大丈夫か？何があったんや？おかしいな。誰もおらへんの。あの姫何やったんや？中瀬さん、中内さん、中内さんが姿消してもうた。一体どうして？これは不思議でも何でもない。事件や。一度社長に報告した方が良さそうやな。社長が来るまでここで待たせてもらうか。謎の解明と事件の手間と早く報告せなあかんな。社長に報告を入れる前に頭冷やして状況を整理しといた方が良さそうやな。七不思議の一つ、一本足りないの真相はこうや。夜遅く誰もおらん工場によっこっそりやってきた犯人がロモ一本持ち出しとった。でもいくら夜中とはいえ工場に簡単に忍び込めるのは CX 工業の社員だけや。そして夜中に張り込みをした結果、中内さんが工場に現れロモを持ち出そうとしていた。たった一本持っていってどうしたのかは、それはわかんない。中内さんがどこへ姿を消してもらったからな。七不思議の一つ、一本足りないの数、謎を見事解明した。まさかうちの社員が論文を持ち出しとったなんて、社長が知ったらショック受けるやろな。有野くんとあげらむくんじゃないか。有野くん、頭のそれはなんだ、一体社長室で何をしてるんだ。ああ、いや、これは別に。それより社長、今日は作業着ですか？そうだよ。論文の生産は大仕事だからね。僕もここでのんびりしてるわけにはいかないんだ。こんな忙しいとこ申し訳ないんですが、実は報告せなあかんことがありまして。僕と兄の課長は石川社長に中内さんが論文を盗んでいたこと、その現場を抑えたこと、そして中内さんを追いかけたら姿を消してしまったことを報告した。ということがあったんですわ。中内くんがそんなことを。それで中内くんはどこに？それが中内さんが逃げた方から悲鳴が聞こえてきて、声が聞こえた方に行ってみたら、あそこにはもう誰もおりませんでした。悲鳴が聞こえたというのが気になるね。そうっすね。仲間がどうとか言ってましたから、他に誰かがおったのかもしれません。もしかして誰かに連れ去られてもうたのか、うん。こうなってしまっては真相は闇の中だ。警察には、連絡しないでええんですか。もう少し様子を見よう。事件が公になったら社員のみんなが混乱してしまう。君たちは引き続き、七不思議の調査を進めてくれ。わかりました。そんじゃ失礼します。こちらの行動がバレているのか。いや、しかし確信を持ってるわけではなさそうだ、彼らをもう少し泳がせておくのが得策だな。まさかの急展開でちょっと疲れてもんだな。この辺で操作メモを取って一息入れてもいいかもしれんな。これで前編の挑戦はクリア。課長は名探偵もこれで全部の挑戦クリアや。いうミステリーな雰囲気になってきたな。この先の展開一体どうなのやろ。後編も楽しみやな。どうやったフロッピードライブ。ゲーコンにオプションくっつけてパワーアップなんて夢が広がるな。きっとこれからもいろんなオプションがそりゃもうたくさん発売されんねやろな。どんどんオプションつけていけばすごいことになるで。このまま高く高くオプション積み上げていったらゲーコンタワーが出来上がるな。果てしなく積み上げて いろんなもっと合体してきっとゲーコンロボになるな。ファミコンロボガンデュエル。待たせたな。挑戦するゲームを決めてきてやったで。次のゲームはガンデュエルや。トマトが送る新作シューティングや。トメイト。シューティングの暑い夏がまたやってきたというわけや。そして最初の挑戦はこれや。ガイユニットを2個取った後 B ボタンで装備を切り上げ、そんでもって敵を倒せ、1人プレイでも2人プレイでもどっちでも構えへんで、2つまで付けられる装備をメインとサブで切り替えられるがガンデュエルの特徴や。装備の特徴を覚えて組み合わせ考えるのやで、ほな頑張ってな。来たで来たで、ガンデュエル。待ちに待ったトメイトの人、トマト、トメイト、トマト。
もちろん買ってきてあるがな、ゲームファンマガジンと一緒に。今年は暑い夏がやってきたよね。ちょうどね、そんな後回しや。せっかくやから二人プレイで遊ぼうや。何のためにコントローラーが2個あると思ってんねん。行くぞ、ガンディアル、スターティングダウン。よう、アメメージだ。いよいよガンディアルの遊び日がやってきたな。白熱のシーディングバトルを楽しんでもらえるよう難易度が変化する要素もあるけれど、友達と二人で協力し合えばエンディングもすぐそうだ。二人の感動を分かち合おう。ショットで破壊できると。待ちきれない後編の序盤をちら見て、ボケとツッコミをとにかく繰り返すのだ。しつこく話を聞くと、とあるコマンドを教えてくれるぞ、鈴木エイト。どこまで本気なのかわからんボケっぷりの兄の過剰が僕はたまらなく好きだ。それにつきは仲間たちに愛すら感じるよ。ライオン百獣の王。それはお母さんですね。課長は名探偵全編。相乗効果で冷えピッタンまでバカ売れ中。裏側の言わせてもらってよかですか。今月はガンディエルについて言わせてもらってよかですか。二人同時プレイが楽しめるガンディエルを嫁と遊んだ後ですが、ガンディユニットの取り合いで喧嘩になり、嫁に力負けした後です。よくのみんなは喧嘩しないように仲良く遊ぼう。喧嘩しても仲直りしよう。今夜は、今日は早く帰ればいい。良い子じゃないので、二人プレイ、一人プレイ。どっちをやるかは、決まっていよう。俺と協力プレイでガンディエル遊ぶんやな。一緒にやろ。よっしゃー、一緒に遊ぼうで。見とけよ、お前の分の時まで俺がつけたのからな。やったよ、挑戦クリアないか。いいスタート来たなーてやけど、オート連射でかからねえ。去年こうた連射コントローラーが700にも足らへんやないか。ゲームの中で連射が自動でできるんやったら、連射が上すぎのアンペメージはおまんまの食い上げやで。武器を切り替えるやり方が分かったか。臨機応変に武器を切り替えてプレイするんやね。ほな、ここからがガンディエルの挑戦の本番や。次の挑戦は敵をよく見とらんとクリアできへんで。それじゃ次の挑戦はこれや。逃げられる前にスパイカメラ機を倒せ。一人プレイでも二人プレイでもどっちでも構えんで。スパイというくらいやからなんかスパイされてんねやら。何をスパイしとんのか俺は知らんけどな。結構しぶといから逃げられんよう注意してな。ほな、頑張って。トメイトの異性。ゲームは SF 超大作やな。毎回毎回異星人が襲ってくるけど、異星人も来りへんな。毎回やられてんのに。地球は危険やから近づくとこうって反省せえへんのかな。まあいいんじゃね。ロックマンみたいに来りねえハゲ親父もいるんですか。ハゲじゃねえか。中途半端ハゲか。あー、勝てるって今やめるとこやな。うっとしなおか、今いいとこやのに。さあよ、ゲームやろうや。
これか。あいつじゃないの？あいつでもね。よっしゃー、前田クリアしたな。ガンリエルにもだんだん慣れてきたんと違うか。お前ガンユニットの組み合わせどんなが好き？安全なのがええのか、俺と一緒やな。俺はメインに W でサブに H をつけとる。頭が当たりやすいが、両けながらも敵に当たんねん。横からの攻撃激しいときはメインとサブを切り替えとるわ。リリー、挑戦もう終わってもった。次の挑戦は、これ、いやー、もうこれでええわ。シューティングやし、バリバリ壊して気持ちよくなったらええね。次はこれに挑戦や。G システムを取って合体して敵を20体倒せ。これは2人プレイヤーないと挑戦クリアができへんで合体すればめっちゃパープスに。けど相手も取ったやつがメインで操作することじゃない。決して G システムの取り合いで喧嘩なんかしてない感じ。そこのこ注意してな。響きやな。だって勝手やで。二つの心が一つになんねんで。合体か変形かどっちかええと聞かれたな。それ合体よ。いや、変形もしてがたいな。お前どっちがええ？どっちもいい。その発想はなかったわ。どっちもええなら変形合体とかそういうことか。お前分かっとるな。ゲームまんまがじもんねんに凍ってきたから先に呼んでもええぞ。なあ、そうそう。そういえば、ワクワクボーイで新しいゲームが使用できるようになったで。ラリーキング。この前、友達と二人プレイしたんや。おら、下手やったけど、友達はめっちゃうまいね。映画ユニット先に取られ、パワーアップできへんかった。お前、そんなことせえへんよな、な、な。アベメイジンのテクニックで EOS を破壊せよ。そう相反する二人の男がキーマンとして登場。アメリカ帰りの敏腕刑事東島と裏事情に詳しい情報屋タニーだ。ガリガリガリ。一点シレア氏になる公演変更編に期待しよう。よっ！最近レギュラーついてきたアベメイジンだ。今回はコロニー1の攻略テクを展示するぞ。一人でクリアできないときは友達とか力を合わせて戦おう。G2機が揃って初めて発動できる G システムな。ガンユニットがなくても強大なパワーが手に入るぞ。フォレトス。まもなく空中中ボス、ゲラー戦に突入。アリストロキア。中ボスがやられて5分ボス機でやられると、味方輸送機が現れてコンテナを落とすぞ。ガリアクエストもアリスズ・シゲオが実は、課長は名探偵を手掛けているアリ探しが、実はあのガリアクエストの白入りを担当しているアリスズ・シゲオであることが発覚したぞ。あれですか？ガモ・ヒロシと、
大罰組ですか。好きな時に入れるがユニットを入手だ。銀剥がし。スコアの末尾が1に行って、最初からずっとなんですけどね。空中中ボスをできるだけ早く倒せば出現するぞ。今月はメガネについて合わせてもらってよかですか。視力は落ちてないけど、イメチェンでメガネをかけてみた後です。読者の中にはゲームで視力が落ちてメガネをかけるようになった子もいるかもしれない。ゲームをするときは部屋を明るくしてテレビから離れて遊んでね。ゲーファーからのお願いだ。何ですかあれ。ポケモンショックですか。ピカチュウが人気になりすぎたからって最初はピカチュウのせいで起きたことなんだけれども、ポリゴンのせいにされて電脳戦士ポリゴンが欠番にされてしまったというあの伝説的なアニメ。俺と協力プレイでガンディアで遊ぶんやな。それはお互い様や。気持ちが一つになったな。俺とお前二人の力で挑戦クリアや。話は変わるけども、ゲーム雑誌のおまけでカセットに貼るシールがついてくることあるやろ。あれをカセットにベタベタ貼るのは素人やな。端っこの方から剥がれかけてきて、どんどん汚くなるやん。カセットの中に名前書くやつは、あれはもう、ほんま物ど素人やで。俺はそんなことねえ。俺なら自分の名前をカセットになって本体に書くわ。いい勝負やき。寝て移動やって、すげえやろ、あの爽快感すげえやろ、イケメンになったところで最後の挑戦行ってもらうね。今回はシンプルやで、ね、コロニー2をクリアしろ。一人プレイでも二人プレイでもどっちも仮面で、ボスのデカさと弾の数にきっとお前はどぎも抜かれるで、お前のびっくりする代わりの、みたいな。そう簡単には倒せへんで、果たしてクリアできるかな。スクロールが速くなる高速スクロールあるやろ。あれすごいなぁ。アドレナリン的な何かがどこでも出てくるわ。まあ早すぎて何がどうだんとんのか、シューティングが下手な俺にはようわからんのかなんて言うやけど。おかしいな、電源入らへんぞ。こういう時はティッ、たまにチョップくれてやらんとこのゲームサボりよるからな。
全部で協力プレイ。コロニー1、サリミナー。両方ともエレーザーなってことは一番使いにくいやつ。いかにこの合体状態を長く続けていられるかがこのゲーム。いや。合体取れてしもうた。くそ、自分のほら一瞬時期を見逃したんだよ。ファイヤー持っとった。そこで範囲が、そんみじげ。
ねえ。はいはい。で、はあ、なんとか勝った。結構落とされたけどな。やったれ、ガンディエルの挑戦もこれでおしまいや。次はどんなゲームかな、楽しみでたまらんや。ガンディエルの挑戦おしまいやけど、ハイスコアへの挑戦まだ始まったばかりやで。お前も気が向いたらガンディエルでまた遊ぼうな。でもこれって実はあれ、挑戦の分ないんですよね。前編は挑戦あるけれども、後編は挑戦確かなかったはず。次に挑戦するゲームはこれと言いたいところやねんだけど、非常に言いにくいんやだけど、新しい挑戦、考えてくるのを忘れてました。はいはい、言いたいことはわかります。いやけど、ないものはないねん。ないものの選びは良くないで、挑戦ないんだらっけ。くらい前向きが取れるやん。まあ、すぐに新しいゲームの挑戦持ってくるし、今までのゲームが大変終わったからって。それで全部が終わったわけでもないしね。一休みしてもらうとやりーのの息に計らいやで。うん、息に計らいやで。そういうことにしといてや。あれ、挑戦せえへんの？肩透かしもええとこやな。課長は名探偵の後編も買うてきたのに。謎解きのヒントを持って雑誌買うて買うてきたんやで。課長は名探偵の続きが気になんねんけどな。挑戦と関係ないねん。知らないか。次に挑戦するゲームはどんなんやろな。今から楽しみやで。次はあれだったっけ？鳥落とすだったっけ？その通りでした。新しく挑戦するゲームを決めてきたで、今度は鳥落とせに挑戦してもらうわ。初めての携帯ゲーム機での挑戦になんねん。小さくても中身はでっかいんや。簡単に挑戦クリアできると思わんことやで。最初の挑戦これや。同じマークのブロックを3つ以上並べて消せ。どのモードでやっても挑戦クリアと認めれば、ブロックを消すのが取り落とすの基本やで。ルールを覚えたこれから先の挑戦も絶対にクリアなんて出ていけへんからな。じゃーん、こうできたでゲーコンミニ。そうだ、もちろん取り落とすやね。小さ、本体小さ、カセットも小さ。こんなに小さいのにおもろいゲームができるなんて、フロッピーの時もソフトが小さくなって驚いたけど、今回本体も小さくなっとるからな。こりゃ発明やで、ノーベル賞あげたいわ。そうそう、お前にとって嬉しいっすよね、さかんね。お父がゲーコンミニと取り落とすをどっかから戻ってきたんや。一体どっからもらってきたのか全く言いなかったけど。これで本体とソフトが2つずつ揃ったんや。つまり取り落とせて対戦ができるっちゅうこっちゃ。後で達成しような。ゲーファンマガジンの新しいのも買ってきたし、準備万端やな。しかし自分専用のゲーム機なんてな、こんな時代に生まれて俺ほんま感激した。人のと間違えんようにカセットに名前書いとこ。んじゃ、最初の挑戦をクリアしてここまでにしておきたいと思いますと。で、取り落とすの次にガーディアクエストサーガだったかな。島投入。へえ。
これで終わりや。最初から3つ並んでるやつが落ちてきた。ただ置いただけでした。やったな、挑戦クリアで、ね、ずっと覗き込んだったから、ちょっと首が痛いな。それにしても、ゲーコン見せてすげえな、どこでもゲームができるなんて。これさ、あれば外でもゲームができないよね。これでおかんとのテレビの取り合いせんでええし、これ発明やんや、革命や。ちょっと待って、今、取り落とせやってんね。ええとこや、だから、ええとこやながら、声かけんといて見せてもいいやらか。母ちゃん、お前のせいで見せてもらうて、お前のせいで責任取ってこいっちょって。ルーチマークブロックを出してブロックの上に置け。どのモードでやっても挑戦クリアと認めてやるわ。ブロックを6畳同時にまとめて消すと、マルチブロック、マークブロックがネクストに出現するねんで、これが意外と難しいね。お前できるから、俺は忙しいから、その間に女性やっといてくれ。挑戦、ちょっと待って、取り落とすのエンドレス、ええとこまで来とんねんなぁ。あかん、電池切れそう。あかん、電池持ってきて。あかん、はよ、はよして。あかん、電池切れる、切れる。電池切れてもうた。家でアダプターつけて遊んどった方がよかったなぁ。そうなんですよね。ゲームボーイ、初代は炭酸電池4本で動かしてたんですから。それからアダプターで、単4電池2本で動くゲームボーイポケット。で、カラー。で、アドバンス。で、それからアドバンス SP ゲームボーイミクロ。そして、ゲームボーイミクロでもう充電式か。で、これから DS で充電器になったわけですね。で、ちゃんと。それでは、ここまでにしておきたいと思います。では、失礼します。